ほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ご安心を。え、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かに。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、どうしても親神を。なんだよ、やってらっしゃ。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保君が恵美ちゃんを。そんな、なんでだよ。弁護士としての俺は恵美ちゃんと共に殺された。連続殺人鬼
大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白えもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、つい。ついってお前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い。後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あっちを、あっちをってか。この野郎、上等じゃねえか。終わったよ。海藤さん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった、早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。ダメだ、もう尾行がバレる。俺は一旦離れるぞ。あと頼んだ。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。怪しいな。と、追いついた。例の探偵だ。たく、ヒヤヒヤさせやがって。悪かったよ。
ちょっと。ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、ハト飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、ドローン使うってか。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構すんだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう、そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい。これは、あ、オッケー、見つけた。じゃあスマホ出せ。鳩の映像を送ってやる。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確か神室町で競馬の飲みやってる。飲みが？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か。世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど、踏み込むなら今か。見てな、人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タホ。死巨人じゃねえぞ。どうも。いい夜だね、探偵さん。なんだ。神室町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。
さあ、おとなしく払うも払いな。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいほど。また今度だ。うっ、なんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。往生際が悪いよあんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。探偵って言ってたな。名前は。今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。
いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いいや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。賑やかな夜を楽しむなら、カムロ町はうってつけの街だ。だが、ネオンの光が眩しいほど、その影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは、東日本最大のヤクザ組織、東城会。カムロ町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近、カムロ町で最大の話題はこれ。連続殺人だ。この3ヶ月の間に、関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東城会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえぐられてますね。三人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東城会系のヤクザだ。そして俺は、矢上貴之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。
俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつん。そういや、天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼きがあったぞ。箱入りのやつ。え？源田先生、筋金入りの和菓子派だったろ。なるほど。じゃあ手土産はそれだ。おい、待てこら、兄ちゃん。おめえ、今どら焼き買ったな。だがそいつは置いてけ。は？なんで？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪い。ですよね、兄貴たち。おお、いい感じに頭湧いてんな。だとこら！何やってんだ、ターボ。羽村の頭。話せ、俺。ターボがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか？いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか？いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。ケンゴ、お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の八神さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええ。ところがな、
その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう潰されたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分を引いてあるんで、あとどうぞ。おお、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か。ええ、なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいる茶を多めに見ててやる。松金のおやさん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。おう、行くぞ。いいよ、沙織さん。これどら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来顔ぶれは少し変わった。どうも八神さん。星野君、どう、ここはもう慣れた。皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう。司法試験でもトップクラスだったって。ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、八神。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに。夕方から見てねえの。まあちょうどよかったじゃねえか、顔合わせずに済んで。え、お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか、尊敬する兄弟子ですよ、それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、ドラ焼きどうです。先生なら絶対気に入ると思って。あ、あれ全部言っちゃった。半分なら残ってます。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前いつまで探偵なんか続けんだ、こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう、何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合なあ。八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ありませんね。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん、こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺は
あんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか。いいですね。もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。了解です。源田法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか。いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーって、テンダー？そうです、バーテンダー。バーテンダーは20年前、俺が神室町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。ターボか。奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。あんま飲みすぎんなよ、マリネ。あの人、ターボの連れなの？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、源田事務所の交際費ってことで。東条会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人と死体遺棄でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。ったく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これから神室署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西協力会のヤクザだ。一週間前、神室町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと。ああ、
三人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。羽村は事件のことなんて言ってんだ。やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。警察が羽村を逮捕した理由は？理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も東上会と交渉している。となると十中八九殺したのは東上会系列のヤクザだ。で、羽村もその一人。もう一つの理由は？事件当日、羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。実際に羽村が殺したのか。あんたはどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するんなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。カムロ署までタクシーで行っていい？分かった。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。まあまた時間あるときに話そうか。仕事もらえるんなら助かるよ。ならまた手が空いたら来てくれ。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ、俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。では、早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査は、こちらの矢上が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。はあ、お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい、八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。
事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は教令会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ、ただ警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。そん時に協力会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが組めって野郎だった。喧嘩吹っかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ、しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、教令会の下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。教令会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。カムロ町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？カムロ署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった教令会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってねえ。気に食わねえデカだ。今聞けることは大体聞けた。
わかった。よし。八神、お前はこの後、サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に、羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ、裁判するまでもねえんだがな。明日、報告してもらうぞ。こっちから連絡する。どうも、サウナの人ですか？はい、いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます？ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんたは何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日、彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。ちょっとすいません。12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな。この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう、ご協力どうも。ああ、あれ、カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の教令会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか？ああ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。
気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ん？ああ。ミジョーレって喫茶店があるな。そこで待ってる。おい、また急な呼び出しだな。新谷先生。文句言うなよ。忙しいのが好きなんだろう。おう、こっちだ。座れよ。というわけで、サウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった。よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。まあ、こいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな。例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、名前も分かった。村瀬明。久米と同じ協力会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今も神室町にいるらしい。多分近くに協力会のアジトがあるんだな。よく撮れてるな、この映像。これじゃ頭も言い訳しようがない。ああ、それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。なんで二人だけ残った？さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時頃久米を店から叩き出したと言ってたの。その時自分も店を出てサウナに行ったと。ああ、だが羽村や子分以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ。八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。先に言っとくぞ。ああ？弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長とは話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指図される感じが嫌なんだよ。
おい誰だよあんた、ここで何してんの。いや少し話を聞きたくてね。今いいかな。はい。12月3日の事件のこと。ああ俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人。ああそうそう。店長の名前は。新垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな、ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって。街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいる。店長の名前と顔は分かってるわけだし、ダメでもともとだ。はあ、そんな人はいんの。まあ頑張ってよ。ありがとうな、助かった。やっぱりここにいたか。お、矢上氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。ってそんなわけありませんね。何の用です。ちょっとお前の手を貸してほしくてな。つくも、こいつはつくも誠。名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で名前は新垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？うん。おや、おやおやおや、矢上氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッター？ああ、例のつぶやきアプリか。ところがこの僕の手にかかれば、こいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か。どうやるんだ。システムに侵入しますので少々お待ちを。これでよし。矢上氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえず今日と。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。へえ。しかし128件ですか。
もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。矢上氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人の元にすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。本当か。それじゃあ今すぐ行ってくる。矢上氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。ちょっといい？あれ、矢上さんじゃない？どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それでどっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだ？わかってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ、ありがとな。ごちそうさん。あ、新垣さん、アムールの。なんだよ、あんた。矢上探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ、俺よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。これだ。あ、事件当日あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ。少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、わかったよ。へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな。驚いたよ。その時他の客は？あの 3,4 人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんでみんな帰ってったよ。店の女の子たちもそん時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ、1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の二人きりになった。ああ。なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ
松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。久米がリンチされてた時あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの？通報？しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。組対の黒岩って人。その刑事にはどんな話を？別に今お宅に話したようなこと。その間鑑識が店の中調べてたね。被害者の血の跡がないかとか。ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ。だからここが殺しの現場じゃないかってそう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか、あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。そんなの俺に言われたって知らないよ。どうもありがとう、助かったよ。もういいんだね。もしもし。カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スッポン通りの。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。あれ？なんでお前が？お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、八神くん。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって？付き合うまで言ってませんから、私たち。失礼しました、ケンジ殿。仕事の話で来たの。当然だけど。仕事？松金組若頭羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神君も絡んでるんでしょ？早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染だもん。それに大学同期か。そ、羽村の件だけどもう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは？
泉田健二。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。うん。3年ぶりの対決ね。いや俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神くん、探偵なんて全然似合ってないからね。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。ふん。真冬。なんだ、お前は。あれ、検事生。八神くん、何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。そうか、君が八神弁護士。うん。こちら森田検事生。それとご存知、泉田検事。久しぶりだな八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を？いや、弁護人は新谷先生で、俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいての野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤信が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ。もういいだろう、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。どうぞ。おい八神、なんで先に海藤だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に。ん？お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、
そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん？わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。被害者は関西教令会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から教令会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。どこだ？被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは。まず事件の背景として、関西の教令会と登場会との抗争がある。これまでにも教令会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は教令会と敵対する登場会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前。松金組若頭羽村恭平と教令会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。このあと検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米に
さらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。教令会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。おいおい、今こんな時に教令会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ？簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう海藤さん。ああ。まず教令会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやすさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡する。さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は
俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。タボも手貸してくれんのか？神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな？いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KG アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、おやすさんと話せたよ。協力会の拠点はKJ アートって会社だ。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな？いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か？それもあるかもな。了解だ、俺もすぐ KJ アートに向かう。もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。これは。わかった。俺も今そっちに行く。よ。ここから KJ アートがバッチリ見える。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり協力会のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか？見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た？ああ、一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。
い、あれ村瀬じゃねえか。くそ、どこの部屋に行ったか探そうぜ。いたぞ、あれが村瀬じゃねえか。やったなタボ、さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るなら、あの部屋に入り込まないとな。入り込むか、どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかね。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。ああ、れがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか、冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはこっから見張ってる。おう、それじゃ作戦開始だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか。ああ、今買ったところだ。そうか、じゃあすぐこっちに来い。 KJ アートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り、急いでそっちに向かう。お待たせ。それじゃ早速変装だ。ああ、よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。分かってるって。じゃあな。どうも、エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。
実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか？そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。どこだ？ん？どう？なんだ？おう、城町や。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ？そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい。すぐ行きます。ほな、こっちや。ついてき。さば、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました。とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね。
妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。ひょっとして違う業者さんも呼ばれてるんですか？うちはカムロメンテナンスって言うんですが。カムロメンテナンス？聞いたことないな。どうやらご依頼いただいた方はこちらにはいらっしゃらないみたいですね。なんや、俺以外にも他に業者呼んだやつおったんかい。そら知らんわけやわ。今後ともご贔屓にお願いします。ドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが。すんません、ほんまにすんません。Yeah!
加減にしろよ。いいから帰れって言ってんだよ。え、でも、あれ、カイトさん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この久米を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら、羽村を弁護しとるっちゅうことか。
アホンだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃすまんで。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが。羽村が久米の目をえぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこで殴り殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ。久米の死体。あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まずあんたはアムール前から逃げ出した後どこで何をしてた。敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか。動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は強霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも勝ち込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店ん中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールで羽村が久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく久米やったんは羽村や。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、羽村の頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となると羽村の頭マジでやってねえのか。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。よう、何か進展あったか。強霊会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃
村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。うん？久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。うん？ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。新谷だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで河村署に向かってくれ。分かった、どうも。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分、教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです？裏口から叩き出したって言ったろ。じゃあその前は。はあ？10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ。それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。本当ですか？それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても、実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと？何か俺らに隠し事があるんじゃないですか？何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠がありゃこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。これがもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。
じゃあ誰になら命乞いするんです？さあな。あんたの隠してる何か、俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤノミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな？アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか？ん？いくら？とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり？情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、奴に会いたい時はみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。マスターちょっといいか？おう、なんだい？綾部ってデカ知ってるだろ。ああ、でもここ何日か来てないな。綾部さんに言おうか？まあね、タイミングが悪かったか。大丈夫、来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい？ん？なんで？前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。覚えてるか？そうだっけ？それで？その仕事やっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか？そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザって羽村の頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。そいつの名前は？セイヤって呼ばれている。天下一通りにスターダストって店があるだろ。そこのホストだよ。ちょっといいか？え、何ですか？この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか？聖夜さんですか？ああ、今いないですね。なんだ、休みか？いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴？ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか？今日で3日連続ですよ。聖夜さん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるか分かるか？いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか、分かった。ありがとうな。
ああ、つくもか。八神氏、今度は何の用ですかな。ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。いいですが、何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト聖夜で頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました、出ました。今八神氏の画面にも出しますぞ。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。ありがとな。この程度ならお安いご用ですよ。ちょっといいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない。あなた、聖夜君のこと知ってるの。聖夜君は無事なの。同伴の約束してたのに全然来ないから、もうすごい心配で心配で。は？俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだな。え？何？聖夜君、誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあなんだ、あまり気を落とさないで。よかった、聖夜君無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜君楽しんでるのかな。彼が幸せなら私も幸せ。ちょっといいかな。何？君、スターダストの聖夜ってホスト知らない？は？聖夜？あいつが何だって言うのよ。いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私との約束すっぽかしておきながら、一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっと、どういうことなの。悪い、俺急いでるから。聖夜君、まだかな。ちょっといい？スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。何、あなた、お店の人？え？いや、違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君、彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ！まさか私が聖夜君にすっぽかされたって言いたいわけ？彼、支度に時間がかかってるだけなんだから。ちょっと待ってればすぐに来るわよ。お、おー、ちなみにどれぐらい待ってるんだ？あ、ごめん、それじゃ。八神氏よ、聖夜氏というホストは見つかりましたかな。いや、3カ所全部回ってみたが空振りだった。そうですか。でしたらもう一度やってみます。え？いや、もういい、違う方法を考える。まあそう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。ではひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。ほら、新しいのが一件ありますぞ。八神氏の画面にも出しましょう。時間も1分前ですし、これはかなり有力っぽいですぞ。よし、行ってみる。助かったよ、つくも。お安いご用ですとも。
なあ、君が聖夜か。スターダストの。え？デート中に悪いね。少しいい？ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか？八神さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ。八神さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、八神さんなら何とかできるかもって。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が利ける。カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あと、これは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いや、いいんだ。それより羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ。間違いないのか？うん。俺は今羽村の弁護人に雇われて事件を調べてる。君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ。頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー、八神さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ、向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者には？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記憶が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃、君を殴ったその後羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるかな？ OK だよ。八神さんには恩を言っときたいし、テンダーのマスターも恩に来てくれるよね。分かった、伝えとくよ。待った。あともう一つ、羽村と会った時周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それは分かんないな。いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな。また連絡する。うん、それじゃ。
もしもし。よ、カイトだ。綾部には会えたか。いや、でも羽村に殴られたってホスト見つけた。ん？なんだそりゃ。羽村のアリバイを証明できるかもしれない。本当か？事件当日の12時頃、聖也ってホストが羽村に殴られた後、サウナに入っていく姿を見てた。場所は九州一番星のあたり。もしその辺に防犯カメラがあったら何か映ってるかも。今そこに向かってる。おい、そのあたりって刑事跡が地形な。凶霊界に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなるよ。まあそうだな、しがいねえ。これは見た顔やな。おお、村瀬、奇遇やの。こないだの礼にたっぷり痛めつけたる。おお、このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。ターボ、海藤さん、邪魔すんな。僕どこ行くの？なんだおら。いや、なんかすげえな、あんた。早く手伝え、タボ。確かに。お前ら、おとなしい往生せえや。Yeah!
収穫はあったんだろうな、多忙。多分な。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴る羽村が映ってれば、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。必要なことは全て映っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか？警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった？ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました？僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのが誰かは分かりません。裁判長、すいません。一時休廷をお願いします。何があった、聖也？僕、証言できません。ごめんなさい。だからなんでだよ。今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。さっき電話がかかってきたんです。電話？僕には妹がいて、その携帯から知らない男の声で電話が。そいつは教令会の村瀬だって。八神さんにそう言えばわかると。村瀬が証言するなと言ってきたんだな。はい、もし証言すれば妹の帰りが
いつになるか保証できないって。わかった。おい、どうすんだよ八神。警察に相談するか。カイトさん、八神だ。今から教令会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に取られた。手貸してくれ。どうする気だ。裁判は始まってんだぞ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。お、できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんは絶対無事に返す。約束する。時間引き延ばせっていつまでだよ。カイトだ。 KJ アートに着いた。お前は？近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子が分からねえ。本当に人質はここなのか？相手は関西の教令会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。それに、それに隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高い。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった。俺はこの間のとこで待ってる。 KJ アートを見下ろせる屋上だ。いいな。来たか。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾に下げる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。あ、まあ。で、目を引くって何やんだ？それはそん時がクリアわかる。ただまあ、お互い体の張り時だ。うん、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺は侵入口を探す。見つけたら合図する。なんや今の。おい、村瀬のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞこら。おう、上等や。そこおれよ、我逃げんなよ。行け、タボ。今がチャンスだ。分かった。死ぬなよ、怪盗さん。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキや。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。もう少しだ。よし、
よし。さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。ここでしまいにしたる。時間食っちゃったよ。え、クソが。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。さらった子はどこだ。上や、応接室におる。応接室だな。素直で結構。応接室の扉の暗証番号は。言うわけないやろが。
状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。セイヤの妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。ヤガミ？やろ、いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳にならない。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。クソ。おう、このガキ口聞けんようにされ。行こう。そこにおれや、ヤガミ。村瀬さん、なあもういいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだわからない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに久米はアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。
羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。ふん、分かったわ。行けや。今日は探偵さんの同居を褒めといたる。どうも。防犯映像の中で僕を殴っているのは今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。だいたい2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか。それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますか。え、いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。
違う、違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに、今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか。あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか、それなら結構です。